火通り逃避行、次のポイント火災石、この石はですね、地元の方に聞いたことあるんですけど、もともとここにあったと、もともとっていうのはどのぐらいかちょっとわかんないですけど、ちょっと周りがね個人宅なんで、ちょっと土入れさせていただいて、まあ、ここから、まあ、傘っていうか三角のような岩で、勝頼公もこの上に立って神父城の方を見たんでしょうかね。要するに追っ手が来ないかとかそういうことらしいんですよ。まあ、その上にですね、ちょっと祠のようなものが立ってるんですけども、ちょっとそういう言われらしいんですね。個人宅のあれなんであんまり外から行動から映すしかないんで、こういう感じですね。そうですね、2メートルぐらいですか。ただこっから見てもですね、今背中の方を見てるんですけど、神父城見えないんですよね。まあ追ってか来ないかとか、まあ、煙が上がってれば見えるかもしれないですけどね、神父城を見たのかもしれませんよね。それはご本人でないと分かりません。ここで休んだのかもしれません。この木が印象的ですね。周りの集落の中でも一番大きいんで、これは杉の木ですね。大木がいくつか、まるで神社みたいにあるんですけど、まあ、そういうことでこちらのポイント、笠岩のポイントでした。